皆さんこんにちは、ファミツアップ攻略班のタイガー桜井です。本日、お父さんの、ババゾノさんはねちょっと忙しいらしいのでお休みです。なんで今回僕一人で、行ってみたいと思います。今回は、国家を操る信仰の光、リシュリュー枢機卿ですね。じゃあ、早速行ってみたいと思います。出現ギミックが、重力バリアと、地雷、特に地雷がメインギミックになってまして、まあ、あとは、まあ、このステージに1枚だけレーザーバリアがあったり、ブロックがいっぱい出てきます。この、ね、レーザーバリアは完全にあれですよね。ワンウェイ潰しですよね、ここのステージで。別にこれなくてもいいと思うんですけどね。さあ、このステージは、特にそんなに気をつけることはないかなと思うんですけれども、とりあえずこのマインスイーパーを持ってないモンスターは、まあ、地雷をあんまり踏みすぎないようにすると、それだけだと思います。で、次のステージで中ボスが来ることがちょいちょいあるんですけど、中ボスステージがなるべく、最初に上にいた方がいいので、ここで、まあ、余裕があるときはこの上の方にモンスター集めていくといいと思います。さあ、まあ、次は普通は中ボスです。普通は来ましたね、またそう、このね、ババゾノさん大好きの神ステです。そう、ババゾノさん曰く、亀は強いぞと、そう、亀は油断したら死ぬぞと言ってました。そう、ちょっと正確に本当に何て言ってたかな、覚えてます？覚えてないですよね。なんだっけな、まあ、とりあえずなんかもね、亀がいたらちょっとボブノーさんビビるんですよ。さあ、15ステージ来ました。さっき、上の方に配置しといたんですけど、この上の4体の反射レーザーが強いと。この反射レーザーの反射レーザー放出方向っていうのが決まってて、こう真下に向けてってことですね。真下にこう、こういってこう。なんで、こいつらを先に倒しちゃうと、倒さないときついと。往復でまあ大体1万ちょいぐらい食らうんですよね。で、雑魚から倒していきます。左側に反射レーザー残ってますけど、左に誰もいないんで一旦放置で、ここはね、この中ボスの方に地雷が巻かれるというか、まあ、巻いてくるんで、うわ危なかったですね。このマインスイーパー持ってない人は、下に行かないようにした方がいいと思います。だって次がボスなのかな。ちょっと余裕あるんでちょっとだけため気味でいきます。じゃあスピクリが18ターンなんで、まあ、多分まあ溜まるとは思うんですけど、念にはね、念を入れてね、ちょっと、ね、取り直しとかしたくないんで頑張りますよ。実はね、さっきここで死にました。こう上に配置した方がいいよとか言いながら配置できてなかったっていう。そろそろいいかな。じゃあ抜けます。さあ、ボス戦が来ない。ボス戦来ないか。あ、ここか。そう、このステージはなんか面白いですよね。なんか今までになかった形してるんですけど、とりあえず、まあ、地雷を踏まないようにすると、ちょこれ1個踏みます。で、反射レーザーを倒すと、マインスイーパー多めのパーティーだったらここは特に問題にはならないと思います。ただね、この重力バリアがさっき反射レーザーが張ってたんで、アンチ重力バリアが少ないとちょっとくだるかもしれないですけど、とりあえず地雷踏まないように気をつければ大丈夫だと思います。さあ、来ました。このね、1ゲージ目がね、これまた地味に難しいんですよね。そうします。この反射レーザーも、反射方向が決まってるんですけど、なんていうか、いまいちこの
避けづらい感じに打ってくるんで、とりあえずザコは最初に倒した方がいいと思います。この左下の反射レーザーはこんな軌道ですね。山なりに打ってきます。今回今の状況だとアシュラが当たるかなぐらいの感じで打ってきます。ザコさえ減らしちゃえば、あとは地雷に気をつけて、であと3ターンごとのワンウェイレーザーかな、この、リシュリューさんが撃ってくるレーザーが、まあ、結構1万ぐらい食らうんですけど、それを複数で食らったりしなければ大丈夫だと思います。さあ、次が左上にボスが来ますね。地雷踏んじゃうけど左上に行きたい感出します。うお、今えらいことになりましたねそう、今2体で、ね、地雷踏んだから死にましたね今一瞬。さあ左上に設置できました。さあ、ここは2ターン後かな、2ターン後にあの変なサイが乱入してきます。ここ一旦串灘引っ張って出してきます。でこのねホミ吸収がいるんでサソリ倒しづらいんですよね。貫通方面で倒しづらいのでホミ吸収から倒していきます。さあ最後乱入していきましょう。ちょっと前言撤回しますね。これボスからいきます。これでも次の最後で抜けれそうな気がするんで、お抜けましたね。さあでこの右下のサイ侮る流れです。このレーザーが結構広範囲で攻撃力なんで、ちょっともう早いうちにね回復を取りに行こうかな。ちょっと待って、こうかな。ね、見えないですよね、この親指に隠れちゃって。トヨトヨタ。で、次のボスの位置が右下、この今、サイがいるあたりに出てきます。で、ブロックに囲まれた形をしてるんで、最後が右下に、まあ、アシュラでもいいんですけど、最後へアシュラが右下にいると、まあ、すごいダメージ出せると。ですね、マインスイーパーを持ってないモンスターはできれば先に下の方に移動しておいた方がいいです。なぜかというと、この下に降りるところに地雷を撒いてくるんですね。ちょっと次のステージで説明します。さあそう、こんな感じのステージなんですけど、今この徳川家康がいるこの辺に地雷撒いてくるんで、マインスイーパー持って、あ飛んでしちゃったマインスイーパー持ってないモンスターが上にいるとえらいことになります。さあここは役も溜まってるんで撃ちます。このね右下にねアシュラやら最後やら入れとけるとものすごい楽です。どうですかこれ、めっちゃ強いですよ。さあ、でも最後勝ち確るパターンなんですけれども、もしこの上の方にいた時とかでも、もう無理やりこう下に下がっていけば意外とここ入ってワンパンしたりするんで、諦めないようにしてください。よし、無事クリアできました。そう、この串灘が最終ゲージまでね取っといた方がいいと思うんですけど、あの薬物は威力ここ配置的にちょっと出づらいんですけれども、例えば西郷がいる時とかに、こう西郷を上からこうね、あの薬毛で動いてる間は地雷踏まないんで、薬毛で西郷を下にやるとかそういうやり方ができるんで、串灘入れてるんだったら最後まで取っといた方がいいかなと僕は思います。さあ落ちるかな、あいい感じですね。さあ、いかがでしたでしょうか。
リシュウ数奇鏡は、以上になります。そう、ババノさんがいつも言ってるやつなんですけど、ファミ通、アップ、チャンネルいかがでしたでしょうかと、このスマートフォンからご覧の方は、この下の方に、URL がございますので、そちらから、気になった方は、チャンネル登録していただけると思います。嬉しいと思いますすいませんね。で、このパソコンからご覧の方はこの辺に登録チャンネル登録ボタンがありますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではどうも、ちょっとグダグダでしたけれどもありがとうございました。バイバイ。